体をですね、若返らせる方法っていうのは結構いろいろ、で、このチャンネルでも紹介してきたんですけど、今回はですね、細胞レベルで体が9歳若返る方法、これをご紹介したいと思います。細胞レベルってどういうことかっていうと、例えば普通だったら、肌年齢が若返りますとか、肉体年齢がなんか若返りますとか、いうですね、こう、ゆるい、なんかこう、なんか、肌年齢、肉体年齢みたいなものあるんですけど、実はね、細胞にも年齢ってものがありまして、で、この細胞の年齢って実は具体的に、測ることができるわけですよ。で、この細胞の年齢を、細胞ごと9歳若返らせるってことだと、もう当然ですけども、完全に若返るわけですよ。で、こんな方法、これをご紹介したいと思います。で、これは、若返るだけではなくて、老化を遅くする効果もあるので、皆さんもやっぱりね、ずっと若くいたいとかね、肌をね、綺麗にしたいとかね、こうね、老化を防ぎたいとか思う方結構いっぱいいらっしゃると思うんですが、若い人もね、やっぱり、細胞が老化してくると、例えば肌がガサガサになっちゃったりとか、色のデメリットが起きてきますんで、そういった若い人にも使える、そんな老化対策、これをですね、今日は老化を遅くする、ね、方法、これをご紹介したいというふうに思います。で、こういうふうにですね、このチャンネルでは様々ですね、科学とか心理学とかいろんなですね、解説を普段からやってますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと、今日の動画を見ていただいている、方のためのですね、無料の特典を番組の概要欄に2つ入れておきますので、これもぜひチェックしてみてください。Dラボというですね、動画配信サービス、僕やってるんですが、これが20日間無料になってますよってやつと、あとは、僕のオーディオブックが無料で聞けるっていうキャンペーンをですね、Amazon さんがやっておりまして、このリンクが概要欄に入ってます。この2つも合わせて概要欄からチェックしてみてください。で、今回のお話なんですけれども、何かっていうと、まず細胞の年齢ってどう決まってるのって話からしたいと思います。細胞の年齢ですね。これどういうふうに決まってるかっていうと、テロメアっていうものがある程度決めてるわけなんで、テロメアって何かっていうと、僕らの細胞ってこう分裂し増えてきますよね。だから本来は無限に増えそうなもんなんだけども、無限に増えまくっちゃっても困るわけですよ。無限に増える細胞でがん細胞なんで、やっぱりどっかで分裂が止まってくれたりとか、あとはですね、時には細胞に死んでもらう必要が、あるわけですね。で、この細胞の分裂、しまくらないようにするための制御をしている、もので、テロメアってものがありまして、すごい雑な例えをすると、僕らって遺伝子が細胞の中にありまして、この細胞が分裂すると遺伝子も同然ですけど、コピーされないとおかしいですよね。ところがコピーされない部分がその遺伝子の先端の部分というか、末端の部分にありまして、この部分をテロメアっていうふうに言うんですよ。で、このテロメアの長さが分裂すればするほどだんだん短くなっていくわけです。で、これ短くなってって一定以下の長さになっちゃうと、細胞が分裂できなくなって死滅すると。だから要するに、テロメアを上手に伸ばすことができれば、テロメアがなるべく短くならないような生活ができれば、まあ、細胞レベルが若返ると。で、そうするとどうなるかっていうと、例えばじゃあ肌でそれが起こったら、細胞がたくさんちゃんとね、長い間分裂してくれるので、いわゆるこう、シワができたりとかね、肌にトラブルが起きたりとかする可能性が減ってきますし、体内でも全く同じですね。テロメアの長さが長ければ、ちゃんと細胞がですね、分裂してくれるので、まあ、要するにこう、老化とか、に伴うですね、ネガティブな症状っていうのが起きづらいわけなんですよ。で、こんな方法なんですが、実はね、前から言ってる方法なんですが、運動することによって老化が遅くなるよって話は、過去にもしたことがあると思うんですが、これですね、じゃあどんな運動でもいいのかと、そういうわけじゃないんですよ。もちろん、やらないよりかやった方がいいんですが、今日は具体的にどれぐらいのレベルの運動をしてあげれば、体が細胞レベルから若返る、しかも9歳も若返るのかってことを調べたって、そういうですね、ちょっと面白い研究なんで、こちらをご紹介したいと思います。こちらですね、ブリガム・ヤング大学、のですね、データ、なんですが、アメリカのですね、で行われた栄養調査、の中からですね、5823人の健康データを使った、ものになります。はい。で、具体的に何を調べたかっていうと、この5823人の普段の運動量と、その人たちのテロメア、細胞のね、その末端にあるさっき言ったテロメアですね。で、このテロメアの長さ、これをですね、比べたと、いうですね、分析になってくるんですね。はい。で、これは長ければ長いほど、体内年齢というか、細胞年齢が、ね、若いというふうに言われるのがテロメアなんですね。だから僕がね、学生の頃なんかは、このテロメアの研究とかがまだね、高校生ぐらいの頃かな、まあ一般にね、出回り始めたぐらいの頃で、僕実はね、生物学やりたかったんですよ。なんでかっていうと、テロメアを無限に伸ばすことができたら、不老不死になると思ったんですね。僕ね、今でもそうですけど、不老不死になりたいなと思ってる口の人間なんで、だってさ、200年とか300年とか本読み続けた人類っていないわけだから、それやり続けたら、世界が違って見えるんじゃないかなと思って。なんで僕はですね、この老化を防ぐための方法だったり、こういうのめちゃくちゃ好きなわけですよ。はい。で、まあ、だから高校生の時は、本当は物理学、僕、一応物理学行って、なんか心理学のプロみたいな方になっちゃ、いましたけど、結局。元々は生物やりたかったんですよ、本当はね。はい。っていうのがあったぐらい、まあ、テロメアっていうのは有名なもんなんですよ。で、このテロメア、伸ばすことができたら当然なんですけど、原理上は不老不死になれるわけですよ。で、このテロメアを伸ばすのに運動を役に立つのってことを調べた、そんなこの研究がこれなんですが、実はですね、
トレマはですね、長くできるんですね。長くできるんですが、ちょっとやそっとの運動ぐらいじゃテロメアは長くならないよってのがこの研究の面白いところなんですよ。じゃあ具体的にどれぐらい運動すればいいかっていうと、かなり激しく運動してる人は、そうじゃない人に比べてテロメアが9年分も長くなっていたということがですね、この研究で分かったんですよ。そう。だから、要するに今まで運動不足だった人が、まあ、ちょっとね、ウォーキングしようかなとか、軽くね、ちょっとね、運動習慣を取り入れようかなと思ったぐらいでは、それは健康にはいいんですよ。健康に行くことは間違いないんだが、テロメアを伸ばすほどの効果、細胞レベルの若返りを期待するほどの効果はなかった、そうなんですよね。これちょっと意外なところなんですよ。運動すると健康にはいいっていうのはまあ皆さん常識ですけど、細胞レベルまで若返ろうと、今をキープする、健康をキープするんじゃなくて若返ろうと思う場合は結構激しめな運動をしなくちゃいけないわけです。で、ここでじゃあ皆さん疑問に思うと思うんですが、じゃあどんぐらい運動すればいいのと。あんまりきついの嫌だよって思いながらね。はい。この9年も細胞を若返らせてくれる、運動って何があるのかっていうと、これですね、別に、どんな運動でも構わないんですが、一応辛さ強度だけお話しますね。これ激しい運動どれぐらいのレベルかというと、女性の場合だったら、この研究出てるのは女性の場合は時速7キロから8キロぐらいのジョギングを1日30分、週5でやるというぐらいの強度だそうです。はい、週5で、30分のジョギングでスピードは時速7キロから8キロぐらい、だいたい人間が歩くスピードが4キロぐらいなんで、まあ歩くスピードの倍ぐらいの、スピードでですね、走るというのを30分。男性の場合40分やらないといけないそうです。はい、というのが、この激しい運動の基本だったんですよね。で、これに関しては、どれぐらいきついかっていうとですね、最初はきついと思います。慣れたら全然できるんだけど、最初は結構きついかなって感じるぐらいのレベルの運動ですね。あんまり運動してない人とか、今まで運動習慣なかった人にはちょっときついかなぐらいの運動、ではあるんですよね。はい。なんですが、まあ、十分ですね、慣れれば、できる運動なんで、僕はもう激しくこれをおすすめ、したいと思っております。で、もちろんこれ、40分もね、とか30分とか、動くのがきついって人は、少ない運動からやってて増やしていけばいいんですけど、僕の場合はノルウェー式、ヒートってやり方を使ってて、ジャンプして腕立てするみたいな、バーピーをね、使って、ノルウェー式ヒート、まあ、タバタ式の親戚みたいな、後ほどまたタバタ式も解説しますけれども、テクニックを使って、やっていますね。30分ぐらいだからジャンプして腕立てをやってるんですけど、まあ、こういうことやると、まあ、テロメアは伸びていくわけなんですね。だから僕だから肌とかもそうですけど、普通に弟と並んでも僕の方が下に見えますからね。はい。っていうぐらい、まあ、一応若返るためには運動が大事なんですよ、ということで、ぜひ皆さん試してみてくださいってことですね。で、一応ですね、これ研究者のコメントを見ても、やっぱこうね、年齢と実際の、そのいわゆるこう生物としての、なんて言ったらいいんだろう、実際の年齢、実年齢と、いわゆるこう生き物としての、物理的な年齢っていうのが一緒だとは限らないというふうに言ってるんですね。まあ、やっぱりこう見た目がさ、明らかに年齢よりも若く見える人とか、あとは年齢の割には活力的に行動してる人って言いますけれども、ああいう人たちってですね、面白くて動くんですよ。で、動けば動くほど、どんどんテロメアが長くなっていって、で、若返るようになって、で、肉体が若いからまたどんどん動けるんですよ。だから一回動く習慣をつけると、動き始めたらずっと得するんです。動くから若返る。若返るからもっと動けるってループになるので、なのでですね、生物学的なこういう老化ってもの、細胞レベルの老化っていうのをですね、遅くしたいのであれば、ちょっと激しめな運動をですね、まあ、ほぼ毎日ですね、土日休んでもいいけど、ぐらいな、レベルで取り上げなくちゃいけないよーっていうですね、お話です。ぜひ試してみてください。で、一応ですね、1日15分から20分ぐらいの散歩でももちろん健康効果もあるし、脳にはいいという効果もあるんですが、はやっぱ維持する、健康を維持するってレベルがこのレベルなんで、ぜひ皆さんもですね、激しめの運動を取り入れてみてはいかがでしょうかということでございました。はい。スーパーで売っている11歳若返る食品についてご紹介したいと思います。本当かいなって話なんですが、実はこれ本当なんですよね。よくアンチエイジングとか、肌を若々しく保ちたいとか、体をですね若々しく保ちたいとか、皆さんいろんなことを考えると思うんですが、大抵の方が高い化粧品とかに手を出すんですけど、高い化粧品に関してはですね、ニコニコ動画でもそうだし、 YouTube でも散々言ってますけど、あんま意味ないです。そのコスパに見合うような高い化粧品ってほとんどなくて、肌にできることは、まあ保湿、ワセリンで保湿することとか、オイルとか使って保湿することと、まあクリームでもいいですけどね、高くなければね、保湿することと、あとはあれですよね、紫外線を止めるためのですね、いわゆるこう、なんていうんだろう、日焼け止めみたいな、サンスクリーンですね。のようなのを使うこと、ちゃんと使うこと。で、あとは、まあ、1週間に1回ぐらい、レチノール、肌のね、ターンオーバーがね、ね、よくね、いいって言われるやつですけども、このレチノールとかを使えばいいんじゃないかというふうにですね、前も、放送で話したと思うんですが、今回は、それ外からできることなんですよ。で、外からできることよりも、実は内側からやることの方がはるかに大事で、これはまあ、スキンケアとかだったら、男性はあんまり関係ないと思う人もいると思うんですが、実はスキンケア男性にとってもすごく重要で、肌が綺麗な男性
性の方がもちろん魅力的に見えるし、もっと言うとですね、ビジネスにおいてもやっぱ有能に見えるんですよ。なぜかっていうと、人間はそもそも相手が、信頼できる人かどうかっていうところを判断するときに、その有能さと人柄というか、その性格の良さとか、そういったものを見るんですね。信頼感というのを見るんですけれども、でこの有能さって何で決まるかっていうと、長い間自分に利益をもたらしてくれるかどうかをやっぱり見るわけですよ、人間っていうの。でもっと言うと、不健康な人と関係を結んでも、仲間になっても、そのなんか体調崩したりとか死んじゃうかもしれないじゃないですか。でそうすると役に立たなくなっちゃうから、人間はそもそも健康的な人をですね好むようにできてるんですよ。なぜかというと、その方が生き残る確率が高いから。仲間がね、あの体が弱いよりかは強い方が絶対いいじゃないですかっていうのがあるので、実は、ビジネスマンとかを対象にした研究とかでも、健康とかですね、体が老化していない指標であるですね、この肌が綺麗だという特性を持ってる人は、そうじゃない人よりも有能に見えるし、投資家とかからお金を引っ張るのもですね、上手くなるので、だからね、あの経営者とかビジネスをやるんだったら健康的になった方が絶対いいわけですよ。もちろんそれ体調の問題とかもありますけどね。体調がいい方が集中力も上がるし、一応今日のおすすめの本には最高の体調っていう素晴らしいですね、皆さんの体調を整える、本がですね載ってま、あのありますんで、リンク載っけてありますんで、ぜひそれをですねチェックしてみてください。このね自粛を利用して体調をですねもう完全にね仕上げるというのをやってみてもいいと思います。で今日なんですが、じゃあ話を戻しますと。11歳若返る食べ物がスーパーで売ってんだったらこれ買わなくちゃというところなんですが、これちなみに何だと思います？はい。多分野菜だろうなと思ってる人は正しいんですが、なんとですね、これ、ほうれん草とかケールで、実は、若返るということが言われてます。しかもね、これ、肌だけじゃないんですよ。肌にももちろんいいんですけど、肌じゃなくて、なんとね、脳が11歳若返るっていうとんでもない、研究が出てるんで、これを今日はご紹介したいと思います。なんと、1日わずか 150g のほうれん草またはケールを食べることによって、脳が11歳若返るという研究ですね。はい。こちら、ラッシュ大学の、実験で判明したんですが、954人の、平均年齢が81歳の老人たちのですね、食習慣、今までの食習慣と認知機能の変化っていうのをですね、5年間追跡調査したということを調べたんですね。そうするとですね、何が分かったかというと、特定の種類の緑黄色野菜を食べる人っていうのは、野菜不足の人に比べて11歳もですね、認知機能が高かったんですよね。実は若かったってことなんですよ。で、その研究者たちが脳の若返りにですね、効く野菜は何だろうってことで調べたところ、まあ主にほうれん草とかケールがいいんですが、ほうれん草とかケールとか、あとは芽キャベツね。あとは人参。ちなみに人参はね、食べるとモテるようになるって研究もありますよ。人参とか、あとはですね、スクマイキ。ちょっとこれあんま見たことがない、野菜だと思うんですけど、あんまこれ売ってないですね。カラシナ、アスパラガス。この辺が良かったというふうに言われてるんですよ。で、この中でも量が食べやすいのは、やっぱりほうれん草とケール。で、買いやすい芽キャベツとかもいいんですけど、芽キャベツ買いづらいと思うんで、ほうれん草またケールがよかろうということですね。はい。で、いずれの野菜もそうなんですけども、見てピンときたと思うんですが、要するに、ベータカロチンとか、ビタミン K とか、葉酸とか、ルテインとか、こういったものがですね、入っているっていうのがポイントなんですよ。で、ベータカロチンとか葉酸っていうのは、まあ当然ですね、まあ皆さんよくご存知だと思うんですけど、ベータカロチンとか葉酸って脳に効くっていうですね、研究が結構いっぱいありまして、で、あとはビタミン K とですね、認知機能、脳の機能のですね、関係とかも明らかになってるんで、ここら辺の野菜を取っておくと、まあ非常にですね、脳機能としては高くなりますってことが、やっぱりわかるんですよね。で、大体どれぐらい取ればいいかっていうと、大体1日150から 450g ぐらいが目安というふうに言われてます。で、150から400って、450って多いなって思う方いると思うんですけど、大体スーパーで売っている、こう、ほうれん草の束、まあ3つか4つぐらい入ってる束のやつあるじゃないですか、ほうれん草。で、あのほうれん草の束1個で、まあ大体 100g いくかいかないかぐらいです。だから、スーパーに売ってる、このほうれん草の束のパック2つ分、1日食べれば、全然 OK なんですよね。こうしたら簡単ですよね。で、生で食べてもいいんですけれども、その量を生で食べるときついって人もいると思うんで、おすすめはですね、軽くですね、こう、なんかこう、ソテーするとか、バターとか、あとはね、もっと健康になりたい人はオリーブオイルとかでソテーするというのがおすすめです。オリーブオイルはね、1日ね、7グラムぐらい、大さじ1、2杯ぐらいだったら全然ね、とっても普通に健康にいいので、だからね、オリーブオイル入れて、で、それでちょっとね、軽くね、ソテーして、で、食べるっていうのもいいかもしれません。はい。で、生で食べてもいいんですけど、一応生で食べるときの基本は、生で食べても全然いいんですけどね、いいんだけど、ほうれん草の上にですね、こう、オリーブオイルとかかけてもらって、油と一緒に取るのがその基本的な、ポイントになります。ビタミンとかそうなんですけど、油と一緒に取った方が吸収率が高いんで、はい。ぜひですね、試してみてください。1日、まあ、150g、最低 150g。うん。で、マックス 450g ぐらいの野菜を、食べるというのがポイントです。で、これ、ほんとソテーするとね、あっという間に食べれます。騙されたと思ってやってみてください。200g でも余裕で食えるので、本当に。はい。ぜひですね、試してみてください。ということでした。で、おすすめとしては、まあ、今言ったほうれん草とかがいいんですけど、ほうれん草って周産の問題があって、食べると歯がキシキシしちゃうって人もいると思うんで、そういう場合は、僕がね、サブチャンネルでニコニコ動画でやってる、僕とね、ツッシーってね、うちのシェフがですね、うちのチームのシェフがですねやってるチャンネルがあるんですけど、そこでも紹介したんですが、ほうれん草ってね
ほうれん草あるじゃないですか。ちょっと緑だからちょっと使おう。ほうれん草。で、上に葉っぱがあって、下に根っこがありますよね。この根っこの部分の根元の部分をちょっと多めにザクッとカットして、で、水につけてください。お花を生けるみたいな感じ。水につけて、で、これ10分ぐらい置いとくと、キシキシする、歯がキシキシしたりするですね、原因になる、あと体にもあんまりよろしくない。シュウ酸っていう成分が結構根っこの方に集中してるらしいんで、で、これ刺しておくとですね、水溶性なんで水に溶け出すんですよ。で、10分ぐらい刺して、もう、生け花みたいにちょっとほうれん草をね、の下の部分を切って、これちょんってね、ボールかなんかに入れて、で、生けておいて、で、10分タイマーかけて、で、10分経ったら取り出して、で、切って、で、子育てすると。いうことをやってあげると、週3の問題もクリアできますし、歯がキシキシしないので食べやすいと思うんで、これが一番おすすめの食べ方になりますね。というわけで、ぜひ皆さんもですね、ほうれん草とかケールとか、まあ、ケールもあんま売ってないかな、ほうれん草だったら売ってるかな。はい。ぜひですね、やってみてください。実際研究者はこのように申しております。年齢とともに、記憶とか認知機能が衰えるのは最も大きな恐怖の一つだろうと。確かにそうですよね。で、認知機能の低下はアルツハイマーとか、いわゆるですね、認知症の、重大要素になっていて、それが緑黄色野菜を食べるだけで防げるっていうのは非常に手軽でいいし、コスパもいいし、体へのダメージもほぼないと、いうことをですね、言ってるので、まあ、確かにその通りですよね。で、ちなみに、これ、いや、でも自分たちは若いから別に年を取ってからそれすればいい話じゃないのって思う方いると思うんですが、これ嘘です。なぜかっていうとですね、脳の認知機能の低下って、実は20代後半ぐらいから起きるよって話とかもあるんですよ。で、そもそも野菜不足は普通にどの世代においても体によろしくないので、そういうことを考えるとぜひですね、これを機にですね、1日 150g からですね、450g ぐらいの野菜をですね、まあ、ソテーしてもらっても構わないので食べるというのがおすすめになります。ちなみに僕がよくやるのはね、バターちょっとね、フライパンに乗っけて、で、ちょっと溶かして、で、生けたね、ほうれん草をですね、ざく切りにしてわーってやって、で、こうね、火を通したら、卵ね、卵をですね、それで、お皿に乗っけて、で、その、まあ、バターとか残ってるじゃないですか。そこに、普通にですね、溶いた卵を入れて、スクランブルエッグみたいにして、上にポンと乗っけて食べると、非常にですね、タンパク質も取れてよろしいかなと思いますんで、おすすめになります。ぜひやってみてください。